始まったか。おう、いけるいける。ザ・メニーピーシーズ・オブ・ミスター・クー。どうもこんばんは、羊です。ということで今回は、ミスター・クープレイしていきたいと思いますなんかめちゃくちゃ不思議なゲームそうなんだよね。でなんかさ、僕これプロコン使えないで今ジョイコンでやってんだけど、プロコン使えないのこのゲームよくわからんけど、とりあえず、まあ、デモ版なんでね、体験版です。やっていきたいと思います。ちょっと気になったんでね、せっかくだし実況しようと思って、はい、やっていきたいと思います。うおすごいよね、なんかねえ、アニメーションがほら不思議、グロいようでグロくないようなねえ、面白い。ロード画面、ロード画面まで凝ってるゲームはもう神ゲーでしかないから、かわいい。これがミスター君か。なんだ、左上に一瞬出たな。なんだリンゴ、リンゴが食べたい。おー、実写すごー、すごいじゃん、待って、あ、設定がある。設定これ日本語とかにできる？特にできない、できない、セーブできない。なんか変なボタン押してタイトル画面戻っちゃったはい、気を取り直しはできたいです。やっていきたいです。やっていきたいです。なんでやっていきたいと思います。リンゴかな、すごいな、これは実写じゃない。え、なんかこのミスター・クーっていうアニメあるの？あんのかな？なんかありそうだけどね、海外とかで。僕はちょっと存じ上げないですけど、それがもうこれからアニメ化されてもいいぐらい、なんかね、もしアニメがないのであれば。なんだなんだ、プレゼント。だいぶね、理解しがたい世界観になってる感じのゲームらしいんだよね。お、でも何も考えないで見た方がいいかもしれない。さあ、なんだ、なんかミスター・クーが自分のパーツを探すみたいなのが書いてあったんだよね、説明欄に。これ実写だよね、すごいな。どういう人が作ってんだろうね、こういうの。糸が縄になって、すごい臨場感あるね。 3D でやりたい、これ。なんだ、すごい、ミスター・クーにも触れられる。なんだ、すごい、すごいな。なんでこんな立体感のあるスイッチ。あ、なんもなんだ。え、なにこれ。え、すご、うん、あ、ヒント。あ、あー、はいはいはい、ヒントくれてんだ、すご。なんだこれ、この手順でやっていけばいいのかな。1,2,3,4,5、ちょっとこれどうやって戻るの。あ、来た来た、すごいヒンツって書いてあるわ、ほんとだ、すごいな、結構細部までこだわってんね。あ、そっかそっか、謎解きをしていけばいいのね。あ、もう答えみたいなもんだ、これ。ねえ。あんま見ないでやんない、見ないでやった方がいいね、俺も。すごいすごい、始まった、なんか。で、もう一回やる。はいはい。押す。はいはい。
すごい。やばーい。何が起こってんのあれ。なんか喧嘩してますけども。え？ブレイキングダウンかなこれ。ブレイキングダウンやってんのこれ。で、回すんか。あ、モンキー。杖持ったモンキー。来たね。何ですか？何、モンキーどうすんのこれ。お、はぁ、すげえ。なんこれ。うん。あれ？また出てきた。で？回収する。なんだこれは。何してんこれ。なんかするんだな。何すんだろう。もう一回引く？あー、そっか。これでお猿さんいなくなっちゃうのか。なんだろう、ヒント見るか。これやるとお猿さん回収する。なんなんマジでこれ。いや、いや、叩かれる。なんだ、ヒント見ようか。ヒントというかもう答えよねこれね。はい、お猿さん取る。開けるんだ。あ、なるほど。そういうことか。お猿さん落とすんだ。はい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 。オッケーオッケーオッケー。これ別に全部じゃなくていいのか。で、お猿引いて、これか。はいはい。落ちた。落ちたー。なんか持った。え？ってどうすんのこれ。おー、なんで。うわー、ここ怖っ。怖っ。うわー、怖っ。不思議な世界観。またプレゼントボックス。逃げた。あ、あるよ。おお、なになになに？すごい、すごい、アニメじゃん。なにこれ？あれららら。すごい世界観。何あの目は。うわぁ、怖っ。何これ、こいつ何。あ、これ終わりかも、体験版ここまで。あー、ミスタークちゃんと骨あるっていうねこれね。ああ、ここまでなんだ。ちょっとこれ。いや、面白そうだ、思う。ちょっと今日舌が回らない。今日これ面白そうだなって思ったら、ね、あの、本編もプレイしようかなって思ってたんだけど、面白いね。気になるね、なんか。ね、いろんなキャラクター出てきたけども、今。多分今、総集編がやってたんだよね。今後こういうの、こういう展開になってきますよ、みたいな。面白そうだったなぁ。やりたいね。まあ、気が向いたらやろうかなって感じかな。ありがとう。日本語で。いやいや、こちらこそ。どうしよう、本編やりたいね、でもね。まあ、
そうだな。まあ、結構ね、今いろんなゲーム並行してやってるからね、ちょっと落ち着いたら、うん、やろうかな。うん、ってな感じで、はい。気になった方はぜひね、本編ダウンロードしてやってみてはどうでしょうか。The many pieces of Mr. K。まあ、たくさんのピースって言ってるからね、まあ、いろんな、なんか素材を集めていくんだろうね、自分の。なんかわからんけど。はい。そんな感じのゲームらしいです。いや、独特な世界観面白かった。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ気になった方はやってみてください。それではまた。ありがとうございました。